ヨハネス五世イ、パレオロゴス、ヨハネス五世イ、パレオロゴス、ヨハンネス V ペイライラガス、ギリシャ語表記、中世ギリシャ語では、ヨアニス五世イ、1332年6月18日から1391年2月16日は、東ローマ帝国、パレオロゴス朝の、第七代皇帝、第1341年から1391年。 アンドロニコス三世の長男、在位年に関しては1376年から1379年までを完全に廃位されたものとして除外し、1341年から1376年、1379年から1391年と二分して記載することもある。その知性は約半世紀に及んだが、その間に帝国は、 セルビアやオスマン帝国の攻撃や内乱で国力は疲弊し、最終的にはオスマン帝国の続国になるまでに霊落した。1341年、父が創生したため救歳で即位した。ところがそのために国政の実権は皇太后、アンナ、サボア・ハクカ出身とコンスタンティノポリス総主教、ヨハネス14世イカルカスが握り、摂政政府を樹立した。 摂政政府は、父の重臣ヨハネス・カンタク・ゼノスと対立し、5年以上にも、渡る、泥沼の内乱に突入する。内乱は1347年に、カンタク・ゼノスの勝利に終わり、彼は娘、ヘルネーを、ヨハネス・ゴセイと結婚させて、義父となった上で、自ら皇帝として退官して、ヨハネス・ロクセイ・カンタク・ゼノスを名乗り、実権を握った。しかも、ヨハネス・は、 なお、熱心党支配が終了したテッサロニキの行政職に、残され、首都の政局から遠ざけられてしまう。彼の周囲には、なお反感託ゼノのス派の有力者や市民が集まり、次第に対立を深めていく。ヨハネス5世は1352年、セルビアをステファンウロシュ4世ドゥシャンと同盟を結んで、ヨハネス6世に宣戦するも、ヨハネス6世を支援した。 オスマン君主オルハンに敗北し、断亡命を余儀なくされ、その後レスボス島のジェノバ人領主、ガッティルシオ家の支援で帰国し、1354年末にヨハネス六世を引退させて支配権を回復した。しかし、1341年に始まった、この内乱期の間に、帝国は、テッサロニキを除くマケドニア地方の大半、エピロス、テッサリアなど、 バルカン半島西部の主要な領土をセルビアに奪われて、ほとんど失ってしまった。またライバルであったギフヨハネス六世を支援していたトルコ人がバルカンに上陸しそのまま定着を始めてしまった。1360年代の数年間に彼らはアドリアノープルをはじめとする首都の周辺地すべて支配下に収めてしまう。福井に成功したとはいえ、 ヨハネス5世にこうした問題に対処し解決するだけの能力もなくまた手段も残されてはいなかった。その問題の解決を西欧勢力との同盟に求め積極的に外交活動を開始する。しかし実質的な成果はんら得られないまま、1370年には同盟交渉に自ら赴いたベネツアで負債返済に関する件で拘束れるというありさまであった。さらに、 ヨハネス五世は身内にも問題を抱えていた。長男のアンドロニコス四世はすでに共同皇帝、そして後継者に指名されていたが、父を排除して、自らが支配権を掌握するべく様々な陰謀を巡らした。1373年に起こした反乱は、失敗に終わったものの、1376年のクーデターは成功を収め、ヨハネスは次男マヌエル二世と共に、 はい、投獄された。ところが皮肉にも彼の福井を助けたのは宿敵、オスマン帝国であった。スルタン村と一世は彼の福井を援助する代わりに俗国となることを要求したのである。福井したヨハネス五世は1381年にやむなく村と一世に侵入し、東ローマ帝国はオスマン帝国の俗国となった。しかもアンドロニコスは オスマン帝国の実質的保護下に首都近郊で勢力をなお維持続け、1385年に彼が死去した後もその息子、すなわちヨハネス自身の孫ヨハネス七世が三脱の機会を伺っていた。1390年、ヨハネス七世はクーデターに成功して祖父を排位したがこれはマヌエル二世救援とオスマン帝国の支援によって反撃に成功し、福井した。 以後は、マネル二世との共同統治体制が敷かれた。しかし、オスマン帝国側は、今回も、救援の代償を求めた。バヤジと一世の要求は、小アジア都市フィラデルフィアの、割譲、首都コンスタンティノポリスにおけるカーディーの設置、コンスタンティノポリス城壁付属の要塞取り壊しなど、多岐にわたる過酷なものであった。ヨハネスはなす術もなくこれらを飲み、振動が重なって、 翌1391年に死去した。ヨハネス五世の知性及び人物評価は高くはない。彼の知性は帝国の縮小と凋楽に重なっていることがその理由であるが、状況においてほとんど主導権を握れず、また有効な手段を取れなかったのも彼の評価を下げている。また、不遇のため万年は万事に無気力となり、現実の問題から背を向けがちであったとする記録もある。 女で身を持ち崩し、宝刀にふけていたと告評する歴史家もいるほどである。定位争いの苦境にあって彼を助け、最終的に定位を継承した次男マヌエル二世との関係でさえ万事良好とは言えなかった。ヨハネスは政治力学上の問題からアンドロニコス四世に譲歩し、マヌエルに礼遇とも言える扱いを取らざるを得なかったアンドロニコスを 後継者に据え、一旦マヌエルに与えた継承権を剥奪する結果となった。マヌエルが首都を亡命者同然に出奔して、テッサロニキに渡った1380年代の数年間は、親子という信頼関係において、父の苦悩と息子の葛藤で彩られている。土壇場で両者の和解が成立したことは、今少し帝国の運命を引き伸ばすことにはなったで、あろう。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。